店頭に並ぶリングを物色し始めるセロ。ちょっと待って、ちょっとこれお借りしていいですか。はい、ちょっと借りても、ちょっと見に来て、ちょっと面白いの見せてあげる。このリングを使い一体どんなサプライズを始めるというのか。スタッフはセロの動きをくまなく監視するため大勢の通行人を集めた。ちょっとこの指輪を使って皆さんにちょっと不思議のものを見せてあげます。囚人監視の中、ついにセロのサプライズが幕を開ける。 Excuse me, hold this. ちょっとどの指でもいいからはめてください。 This one? Good, good. そこでいいです。では皆さん今、真ん中指、中指に はめました。これから中指から人差し指に一瞬にして変わります。見ててください、okay? すごく見ててくださいね。見えますね。なんと中指のリングが左側の人差し指へ瞬間移動するというのだ。え1、こっちからこっちの指に移ります。2、こっちからこっちです。 okay? 3、よく見てください。こっからここです。見えない。 OK OK。 じゃあ今度は皆さん見えるように手で隠しません。手で隠しません。生でやってあげます。今指はこっちにあります。中指です。人差し指に移ります。1 2 3。なんでなんで、皆さん今日は特別に簡単にできるマジックを皆さんにも教えします。突然手の内を明かすというセロ、一体どんなトリックを使ったのか。1 2 3 4。そう、これは人差し指と薬指を瞬時に入れ替えることで起こる目の錯覚。しかしこの後本当の奇跡が始まる。じゃあ皆さん今度は同じ状態で、今度奥に入れた状態でやります。同じです。2つの指を使います。なよく見ます。ちょっと軽くこの2つの指持ってください。 Good。 あえて2本の指を固定させたセロ。これで指の入れ替えによる目の錯覚を利用することはできない。あ、本当だね。なんとリングが中指から人差し指へと瞬間移動。なぜそんなことができるのか、早速検証してみよう。指先からしか抜けるはずのないリングが指をすり抜け横に移動。これは物理的には全く考えられない現象。別の角度で見ても2本の指は観客によって完全に固定されたまま、この状況で指輪を移動させることなど不可能。 One more time. もう一度、okay? 再び中指にリングをはめたセロ、今度は何をやるというのか。見てさあ、よく見ててください。グッと、なんとリングを2本隣の小指にまで移動。よく調べてください。引っ張ります。リングを観客に渡し、トリックの有無を調べてもらう。必死にトリックを探す観客、しかしトリックは一切見当たらなかった。すげえ。今度はさっき手で隠しましたね。手で隠さないバージョンを皆さんに見せます。生でやってあげます。見えます？見えますね。こっちからこっちに移ります。手で隠さずリングを隣の指へ瞬間移動させるという、そんなことが可能なのか。一体何が起こったというのか。ここで奇跡の瞬間を検証してみよう。セロが手を一振りすると、なんとリングが隣の指に瞬間移動。別の角度から見てもトリックは一切見当たらない。まさに奇跡のサプライズがそこにあった。全然わかんない。何ですかこれ。えだって
目の前でですよ。周り人囲まれてて、資格とかないじゃないですか。あと、あの、全部外した時に